これから屋上にサウナがついているという噂のフォルクスホテル行きたいと思います。すごい、こんなところでした。バレルサウナ貸し切り、夜はこんな感じですね。7月8月の長野県の上高地サウナ施設バイトを終え、再びのヨーロッパサウナ旅をオランダから始めています。サウナ神さん、おはようございます。海外サウナ一人旅のピョンです。昨日泊まったホテルのルーフトップサウナからおはようございますでございます。今日はね、ちょっと他のお客さんもいらっしゃるんでサウナの中で撮ってないですけど、約10日間過ごしたオランダ、これから、ベルギーに向かいます。いつも乗るね、格安高速バスのフリックスバスっていうやつで、2時間半ぐらいの旅ですね。さよならオランダ、さよならアムステルダム。ただですね、今回飛行機を成田アムステルダムの往復で撮ってるんで、また最後アムステルダム戻ってくると思います。せっかくなんでね、このおしゃれなホテルの朝食食べたいと思います。 14.9 ユーロでした。いやー、くっそおしゃれですね。見たことない色の人参とかあります。あとはこんなあったかいね、卵とかベーコンもあって、なんかおしゃれなやつとかいっぱいあります。今日もね、1日分のご飯食べるんじゃないかってぐらい量を盛りました。これででも2000円超えてますから。今からフォークスホテルチェックアウトして高速バス乗り場行きたいと思います。他のお部屋もね、良さそうですね。こんな感じでした。ホテルの最寄り駅からこのメトロの51番に乗ります。なんか後ろのおじさんはギター弾きながら、何なんですか、何を求めてるのかわかんないですけど、道行く人にグモーニーで話しかけてギター弾いてます。51番乗ります。割と大きな駅で降りました。スローターディーク、ちょっと読み方わかんないですけど、ここから高速バス乗り場まですぐなんでね、歩いていきたいと思います。バスインターナショナルって書いてあるんで、こっちかもしれないですね。国際ガンバス、日本だとね、バスで国際ってなかなか聞き慣れないと思うんですけど、こっちでは国をまたいで移動するバス山ほどあります。あ、見えました、私が大好きな緑とオレンジのフリックスバス、あっちですね、行きます。ちなみにここアムステルダムからチェコのプラハまで行けるそうです。プラハは約10時間、昼の2時に出たら向こう朝の4時48分に着くと。目の前のオレンジ色のやつはベルリン行きでした。ベルリンまで8時間ぐらいかかるらしいです。あ、また今1台来ました。雨降ってきちゃいましたけど、でかいですね。これは800、これですね、これがアントワープ行きです。大きなバス来ました。なんかアントワープ経由パリ行きかもしれないですね。パリって叫んでほしい。いろんな人たちがいるんですが、このおばさまの靴かっこいいですね。ほぼ満席ですね。着きました、ベルギーのアントワープ。もう新宿のバスターミナルで降ろしてくれたのかっていうぐらい市の中心ですね。こっからホテル歩いて5分ぐらいなんで行きます。バスでね、2時間半なんで隣の国来たって感じあんまりしないですけど、もうここはベルギーのはずです。オランダ語じゃなくてフランス語、ドイツ語ですかね。
今日のアントワープの Thank you 気温は15度で T シャツの人もいるぐらい涼しいですね。いやーなんか教会みたいなのが先に見えます。今日泊まるホテルこれですよ。クオリティホテルアントワープセンター、1泊1万2000円ぐらいなんですけど、ここにさらにやっぱりアントワープも観光税みたいなやつが1泊3ユーロかかるみたいですね。それでも1万2500円です1泊。これで個室なんでね、全然安いですね。アムステルダムよりチェックイン中です。チェックイン無事終わりました。受付のお姉さんが、お一人ですかみたいなことを聞いてきたんで、うん、一人です。寂しい男なんです。一人旅なんですって言ったら、まあたまには一人もいいわよね。私は10年間彼氏と一緒だから、たまには一人になりたいわって言ってました。ちっちゃめのホテルで可愛いですね。ここですね、205。入れて、取って、また、ここに入れる？おー、珍しいタイプですね。あ、良くないですか？これで12,500円1泊。アントワープのもう中心地も中心地で。めちゃくちゃいいじゃないですか。当たりです。大当たりです。お風呂もめっちゃ豪華。大当たりでした。もしかしたらですね、ベルギーのサウナも予約必須なラグジュアリースパサウナか、さもなければハマム専門店みたいなのが中心かもしれないですね。とりあえずホテルから徒歩10分のところにハマム専門店、そこは予約しなくても入れるっていう噂なんで、15ユーロで行ってみたいと思います。エストニアで私がよく行ってたような地元のおじいちゃんが昔から通ってる、そんな銭湯サウナ的なやつは少ないのかもしれないですね、この辺りの地域は。さすがベルギー、あの女性ワッフル持ちながら歩いてます。ベルギーのアントワープといえばドリス・バン・ノッテン、有名なデザイナー、ファッションデザイナーですね、をはじめとするあのアントワープ王立アカデミー出身のデザイナーがたくさんいる、そんなおしゃれな街を想像してたんですけど、なんだったらアムステルダムより怖いですね。なんか治安というか柄がなんか悪そうな、なんだったらぶん殴られそうな感じです、道行く人から急に。なんか立派な建物と街中に巨大な観覧車急に現れました。そしてここは東人街、つまりチャイナタウン、ご飯なんかあるかもしれないですね。いやなんか怖いな、なんでだろう、なんか怖さ感じてます。あのアガサ・クリスティの名探偵ポワロみたいな優しくて知的なおじさんが街中をかっ歩してると思ったんですけど、ちょっとなんかそのイメージと違いますね。でもだいぶ安いですか、あのケバブ一つとってもアムステルダムの6掛けぐらいでした、今のそのメニューは。この先にあれだ、ハマム、あそこですね、きっと行きたいと思います。なんかもっとキラキラしてると思ったんですけどね、アントワープって。いやそもそもこの外観もやってんのかな、ここハマムエンサウナ、怖え。入ります。この今ベル鳴らしたらですね、少しだけドアが開いて、今は女性タイムだって言われて、男性はって聞いたら明日の午後7時からだって言われました。わかんない、でも明日また来てみますか。今近くでパッと入れそうなサウナ探してるんですけども、先ほど言ったように、まあ、ラグジュアリースパサウナか、ちょっとやってるかどうかわかんないハマムか、あとはもう予約必須のプライベートサウナしか見つかんないですね。どうしよう、ちょっと考えます。
キラキラしたアントワープのイメージを持ってたんですけど、ちょっと違いますね。この辺の中は動物園だそうですが、この若干荒れた道を歩いて隣のハマムまで行ってみます。なんだか雨も降ってきちゃいました。この先に2軒目のハマム屋さんがあるんですけど、怖いな、なんか雰囲気が。行ってみます。なんとか入れそうなんですけど、そのここの車乗ってる兄貴から、お前何写真撮ってんだって今怒られて、いやいやちょっと街の風景撮っただけですって。怖いな、なんか雰囲気が。で、あ、ただの観光客ですって言って、で、ところで兄貴、あっちにハマムありますよねって聞いたら、おお、俺たちもそれ入りたいから待ってんだよって言って、ちょっとサウナ旅してるって言って、やっとあの警戒心を解いてもらいました。はい、危なかったですね。ハマムなんでやっぱりムスリムの人たちかもしれないです。で、ここは15ユーロで、今もう入店待ちの人できてて、男性専用で、水着着用でみたいな話を教えてくれました。怒られるかもしれないですけど、今後ろにあるのがハマムです。で、入店待ちの方、おじさまたちがいらっしゃいますね。これぐらいにしてきます。この入り口とかめっちゃハマム感ありますよね。こんな感じの、そんな気でした。こんな感じこれですね、店名ハマムアルマグレーブ。10時から4時で、5時から22時で、15ユーロ現金払いで、時間制限なしだったと思います、営業時間中は。はい、いやー、最初ビビり散らかしてましたけどね、マジで冷や汗かきました。ムスリム系の兄貴たちに囲まれて、いやもうこれ怖いなと思ったんですけど、ハローって言って、自分史上最高の笑顔で I'm from Tokyo to take sauna Hamam Hamam here って言って、おお、お前ハマム入りに来たのかって言って、なんとか受け入れてもらいました。30平米ぐらいのお部屋に蒸気が立ち込めてて、そこでみんな寝転がったり、つまり仰向けになったり、うつ伏せになったり、または壁に背中を持たせかけて座ったりして楽しんでましたね。水風呂とかないです。水道からバケツに水を汲んで、それに足を浸してましたかね、より長く入るためでしょうか。中にいたおじいさまがモロッコハマム、モロッコハマムって言ってくれて、これモロッコ式らしいです。ちょっとよくわかんないんですけど、トルコ式とモロッコ式の違いが。でもね、タイルとか天井のガラスランプとかすごい綺麗でした。確かモロッコなんですかね、あれはね。それでこれまで入った、ハマム、各地のスパサウナで入ったハマムとの一番の違いは、床があったかかったことですね。床のあったかみを肌に感じて汗かくのがハマムってことなのかもしれないです。床の温度40度から42度ぐらいあったと思います。ちょうどぬくい感じで、あれ以上使ったらあっちってなると思うんですけど、ずっと吐いてられる感じ。怖いよ。で、室温は、ハマム室内の温度は50度から60度ぐらいでしょうか。湿度測ってないですけど、そんなに言うほどムレムレって感じじゃないですね。 80% から 90% ぐらいですかね。はい、いい経験になりました。めっちゃ怖かったですけどね。最終的には皆さんに、あ、東京ジャパンみたいな感じで言われて、楽しく入れました。いい経験になりました。最初このアンドワープにもビビりまくってましたけど、まあやっぱりローカルサウナ一回入って、地元の人たちと何かしらのコミュニケーション取ると、少し街に馴染んだ気がしますね。空も心なしか綺麗に見えます。
この辺り綺麗ですね。郊外に来ると逆になんか治安良さそうですね。閑静な住宅街っていう感じで、このサウナトピアがあるはずです。これですね、全裸混浴だと思います。よかった、こっちは全然綺麗です。これぞ思い描いていた、私が思い描いていたベルギーアントワープの街並みっすね。綺麗綺麗。